西司の VR 音楽講座のお時間がやってまいりました。これ何これ意味のわからんことしますね。さあ音楽講座です。今日はボード用意されておりますね。皆さんこんな歌知ってるでしょ。ドはドーナツのド、レはレモンのレ、みはみんなのみね。はい、まあ音符で書くとドはドーナツのドレはレモンのレ。はい、音符で書くとドはドーナツのドレはレモンのレ。ところが、これ音楽家が歌うと、ね、音楽家が歌うと、ドはドーナツのミ、レはレモンのファとなってしまいます。今さっきね、これ音符を書きながら、ミって書いてんのに、ドと歌う。この難しさ。ファと書いてんのに書きながら、レと歌う。この難しさ。ついついこの音階で、ドこれ音階で歌うと、ドレミドミドミレミファファミレファです。これね。だから、ドはドーナツのミ、レはレモンのファとなってしまうわけですよ。だから、ドはドーナツのドと、ドと歌いたいのなら、レと歌いたいのなら、ドにしなきゃならない。例にしなきゃならない。ね。ドはドーナツのド、レはレモンのレ。はい。音楽家はこうじゃないと気持ち悪いんです。以上、西司の音楽講座、お送りしました。おーいえ。